仰げば尊し我が死の恩。セニョールさん、こんにちは。何をしているんですか？あ、保健小僧さん、こんにちは。いや、もう卒業のシーズンだなと思ってね。だからといって、なんで泣いているのですか？何かから卒業するのですか？そして何の歌ですか？この時期が来ると思い出しちゃうんだよね。あの頃の友達とか先生とか校舎の風景とか。仰げば尊しだよ。ん？ちょっと歌が上手すぎて分かりませんでした。そして何を思い出すつもりですか？思い出しちゃっていいじゃないか。歌が得意だからカラオケにも行きたいんだよね。そんなことより勉強しましょう。今日は何について学びますか？こんな時期だからこそ新社会人の備えを聞きたいな。一般的にも自分で働くようになったら保険を考えるいいタイミングって言うしね。そうですね。じゃあ新社会人の方向けの勉強をしましょう。じゃあセニョールさん、思い出してください。新社会人になる頃を。はて、学生時代のことは思い出せるけど、あ、そうだ、僕は卒業後単身メキシコに渡ったので新社会人というものを経験してない。では今のセニョールさんはたくさん勉強してきてどの保険を勧めますか？やっぱり医療の保障かな。入院するリスクも年を重ねるごとに高くなる傾向にあるというし、何より健康診断等の結果も気になるしね。そうですね。年齢を重ねることでいろいろなリスクが考えられますね。他にはありますか？あとは死亡保障かな。実際自分が新社会人の年齢ぐらいだとそこまでイメージが湧かないけど、今となっては入っていてよかったと思うよね。若い時にはそこまでイメージできませんよね。でも保険商品や保証内容によって異なりますが、一般的に月々支払う保険料は年齢ごとに上がっていくケースが多いです。そうなんだよね。若いうちから備えていくことが大事だと思う。でもただ保険に入れば安心というわけでもないよね。セニョール先輩としては死亡保障と医療保障を考えてみようというのがアドバイスですか？そうだね。でもわからないことがあったり、自分にはどのような保険が合うかアドバイスをしてもらいたいときは、富士スバルのスタッフに相談ですね。そうだね。親切丁寧に話をしてくれるし、とても参考になるよね。それでは私は卒業式の妄想をする時間になったので、また次回もお願いしまする。お安いご用です。